今回は40代の男性です。いつまで持つかっていうとちょっと厳しい判断になるかもしれないですね。これは司会者としては本来断らなきゃいけない。もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにち は、よろしくお願いします。さあ今日はこの口どうなってるのシリーズ、はい、ありがとうございます。いつも皆さん見ていただいてありがとうございます、はい、今日は上下オールオンフォーではないですよ。あまりに上下オールオンフォーが多かったのでコメントは来てないんですけど、またオールオンフォーなんでしょって思ってる方多いんじゃないの、多いんじゃないのって思うんですけど、はい、実は私入れ歯の科も出身してます。そうですね、ね、入れ歯が専門ですので。もう言ってます答えを。始めていきたいと思います、はいはい、歯がボロボロでどうしたらいいかわからない。アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。ここでしか聞けない情報を惜しみなく発信していきますので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。これがお口の中の状態になります、はい、なんか歯がちっちゃくて、はい、そうですね、歯と歯の間の隙間が空いてて、ちょっとお子様の歯っぽいですよね。そうですね、日本人離れしてるというかね、はい、でもよくよく歯の表面とかって見るとどうですかね。若干黄ばんでてプラスチックが詰めてあったりとか、その周りがこう茶色くなってたりとかっていうところはありますね。そうですね、はい、まあ、ここも虫歯だったり、ここもプラスチックが起動してるんですけど ね、このプラスチックの材料自体はすっごい綺麗な材料で、コンポジットレジンって言われてるんですね、うん、でこれすごい簡単にくっつく材料で、はい、光でピカッて当ててあげるとピカッてくっついてしまう。そうなんです。でそんな材料なんですけど、プラスチックなので長期的には端の方が剥げてきてしまったりだとかして、はい、剥げてきたところの歯と浮いてきたところのプラスチックの間に汚れが入ってきてしまって、はい、着色とも虫歯とも言えないような、そんな不思議な層があったりだとかして、はい、これが茶色くなってくるってことが結構多いです、ね、多いです。で結果この方見てみると、もうそこら中虫歯の治療してるな、うん、でここも中が黒くなってしまってね、ここら辺も取り残しがあって、その上からプラスチック詰めてんのかなとか、そうです、細かいところを見てたくさん問題出てる。これ患者さんは何歳ぐらいだったのかな、今回。今回は40代の男性です。じゃあ、実際にパノラマ X 線写真ですね、はいはいはい、見てみましょうか、はい、こんな感じですね。歯は結構残ってそうですね。そうですね、残ってる歯を全部残してくっつけたりとかしたら、なんかブリッジとかもできるんじゃないですかね。本数もあるので、ね、できそうではあるんですけど、うんうん、そもそも1本ずつの歯に距離が空いてる、先ほどのお口の中の写真見ていただいたら分かるように、上の前歯がですね、はい、前に出てきてるような部分があるので、はい、まあ、この噛み合わせでつなげるっていうのがまず難しいなっていうのが1点です、はいはい、あとは1本1本の歯を見るとですね、実はこれ歯周病で歯茎の中の骨も下がってるので、つなげれば少しはまあ持つとは思うんですけど、いつまで持つかっていうとちょっと厳しい判断になるかもしれないですね。アスクラピアでもね、常にお話をしてるんですけど、虫歯の治療だとか歯周病の治療に関しても、はい、再生治療だとかっていろいろな治療があって、歯を残すこと自体は可能になってきてます、はい、でこの方に関してもこんなにたくさん歯があって、それぞれ残すことはできる歯が結構多いと思う、はい、なんならもうここからここまでね、ブリッジを入れることも実は可能です。できますね、やろうと思えばできるんです。虫歯と歯周病頑張って治すことはできます。ブリッジも入れることはできます。でもこのブリッジなんですけど、長期的にどうかっていうふうに考えると、実はブリッジの長期的なトラブルとして一番多いのが二次癒食って言われてるんです、はい、難しいと思った方、はい、まだ待っててください。これはね、簡単に説明します。要は虫歯ってことです。端から虫歯になるのが一番多い、これをコントロールできなきゃいけないってことなんです、はい、翻って、はい、元に戻ってください。お口の中見てみると、この方虫歯だらけなんですよ、うん、あ、ここも虫歯になっちゃった、こっちも虫歯になっちゃった、ね、ここも虫歯になっちゃった、はい、人から見られるような仕事をされてる方ですよ、うん、役員の方ですので、当然気にされて歯ブラシはしてるはずなんですけど、それでもこれだけ虫歯になるってことは、汚職のリスクが非常に高い患者様っていうんですね、はい、300万円、400万円という金額をかけて治療して、1年、2年はかかってくると思うんですけど、それでじゃあ長持ちするかっていうと結構厳しいんじゃないかなと思います。もちろんやれと言われればやるかもしれないですけど、ちょっともう基本的にはお断りしたいかなっていうような そんなレベルの状況なんです。皆さん、ブリッジっていうのはブリッジを入れて終わりじゃないんです。でこれ長持ちさせなきゃいけないんですけど、うん、一番大きな問題は虫歯なんです。まあ、歯周病だけだったら考えたかもしれないですね、はい、でもこの方に関してはうわうわないな、はい、じゃあ下顎も、まあ、理想的にはもう全部取ってもいいかもしれないですね、はい、下顎っていうのは上顎に比べると右側になりにくい歯が集まってるところのはずなんですが、はい、もうこんなになっちゃった、はい、
でここをぶ残してブリッジで奥にインプラントですか、はいはい、一見見た目には正しい治療に見えるかもしれないし正しい治療になるかもしれないですが長期的に見るとかなりリスクが高い治療なのかなと我々は判断しました、はい。まあ、そもそも忙しくて歯医者さんにね悪い悪いと言いながらも4年5年も来れなかった患者様ですよ、うんですね、そういったバックグラウンドを考えて歯を残すことは大切だから歯医者さんに来て風俗塗ってください歯ブラシしっかりしてください。いやできないからこうなってるんですね。そうなんですよ。やるって言っててもやってくれるかどうか分かんないじゃないですか、はい、でそんな大規模な治療をしてその後責任取らなきゃいけないのは我々なんですよね、うん、はい、なので患者さんに強く言われてもこれは歯科医師としては本来断らなきゃいけないそんな治療と我々は判断をしました、はい。じゃあこれどうしますこれ。もちろんその治療提案というところにおいてはそうですね考えられるのすべてはご提案します。基本的にはこれオールオンインプラントが上下っていうのが、うん、一番最初に提案する内容かなと思います、はい、でもじゃあこれオールオンインプラントが嫌だって言われたらどうしますか。オールオンインプラントが嫌だっていうことであればやっぱり入れ歯っていう選択肢が入ってきますね。はい、これが上顎だとしたらこれ全部覆うような形にして、はいね、少しずつ歯がダメになったところを足せるような形にしたりだとか、うん、あるいはこのないところにニョキッとこう入れ歯が伸びるようなタイプの大きい入れ歯を入れるっていうのが上顎選択肢になってくるから、はい、そうですね。飲食店関係でねお勧めされてる方なので食感だとか味に関しても気をつけなければいけないということで入れ歯の案はちょっと上顎はダメってことです。この方どういう感じで結局治療は進められたんでしょうか。はい、まあ、ご予算的にも上下っていう選択肢はちょっと難しいってことだったので、はい、まあ、入れ歯って選択肢をするのであれば上ではなくて下をという選択肢でやっていくことになりました、はいはい、入れ歯って皆さんね簡単に思うかもしれないですね。残った歯があってじゃあなくなったところの部分をそこにバネかければいいんでしょって思うかもしれないですけど入れ歯っていうのは5年から10年で確実にもうこれ交換をしたりだとか大きな修理をしなきゃいけないそんなような歯なんです。とりわけ部分入れ歯に関しては1本2本歯が抜けてくるってことはもうザラに起こるような処置になってきますので入れ歯を長く使っていただくっていうことを考えたらこれかなり経過のいい歯を戦略的に残していかないと難しい治療なんですね。でこの患者様上は入れ歯を入れることが難しかったのでオールオンインプラントということになったんですけど、はい、下顎に関しては残せる歯を残した状態で入れ歯にしようっていう治療計画になったわけでございますね、はいはい、大ちゃん先生が立ってくれたわけなんですけど、はい、で結果がこういったような形ですね。そうですね、はい、上の歯も下の歯もそうなんですけど実は顎関節から一番遠い犬歯が一番長くて丈夫な歯があるんですね、はい、でこの患者様虫歯だけじゃなくて歯周病にもかかってたんですけどこの3番目の歯っていうのが非常に長い歯だったので歯茎は減ってたんですけど少し残せそうな雰囲気があったんですね、はい、ですので3番目の歯を2本残させていただいて残りを入れ歯を入れました、うん、ですので、はい、よく見ると皆さんどうですかバネがあったりするんですねこれね。そうなんですよね、はいはい、ただ歯周病の治療もしっかりと完了させていただき、はい、着色はあるものの虫歯はそこまで緊急性が高くないということで、はい、部分処置師ですね要はいわゆる部分入れ歯を下顎は入れさせていただいて、はい、そして上顎に関してはきちんと固定式のものを入れさせていただくということで、うん、治療を完了させていただいております。いいですね。といったわけでこの方に関してはもちろんこれ虫歯の治療もしてますし歯周病の治療もしてます、うん、そして包括的な治療をさせていただいて、はい、下は入れ歯の治療、はい、そして上顎に関しては戦略的な抜歯ですね。健康な歯残せるかもしれない歯もしっかりと取らせていただいて結果このような綺麗な笑顔を、ね、そうですね手に入れられたということですね、はい、素晴らしいですね。でこの患者様に関しては大変喜んでいただいているんですが、はい、将来的にはやはりね下もやりたいということでおっしゃってるので、ね、うん、まあ、予算が、ね、できたら、まあ、人生のライフステージでねまた追加していけばいいと思いますので、はい、まあ、一旦これで終了ということで、はい、定期的なメンテナンスを行っているところです、はい、さあいかがだったでしょうか、はい、オールオンインプラント治療と入れ歯を組み合わせるこういった治療っていうのもね実際我々臨床では多くありますあります。あります。これはね上をやる場合と下をやる場合と両方ね入れ歯になってしまう場合、まあ、いろいろあるんですがこれは患者様の予算であったり社会的バックグラウンドだったり、はい、もういろいろな環境に合わせてご提案させていただきますのでねぜひ悩んでる方は LINE 相談なんかもね最近結構増えてきてます、はい、アスクラピアのチャンネルを見て困ってる方はぜひ貢献したいと思ってます、はい、この素晴らしい治療が全国に広まればと思っておりますのでお気軽にお問い合わせいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。